はい、YouTube の録画をスタートしました。2本目のゲームはこちら、ダーケストダンジョンになります。このゲームももう説明いりませんね。逆に有名すぎて 先ほど紹介しましたスタークローラーが、キックスターターで10万ドル集めました。に対してこちらダーケストダンジョンはキックスターターで30万ドル集めました。さあ、この3倍の差、一体何が違うかあったのか。慢心、環境の差。まあ、いろいろと要因はありますが、一番見どころはやっぱりその、アーリーアクセスっていうか、キックスターターの時点でちゃんとゲームのシステムをちゃんと提示できた部分と、アートワークが完成したって部分にありますね。実際にゲームがどういう風にプレイになってるかっていうのをちゃんと、動画で示して、で、さらにその、ゲームの、コンセプト。このゲームはこのゲームから、こないな形のプレイ体験が得られますよっていうのを正しく提示できたっていう部分があったと思います。でそのプレイ体験が十分に、新しかったゆえに、お金を集められたのかなっていうのはあったりしますね。言ってしまったゲーム設計ですわ。で先ほど紹介したストークローラー2と、同様にこのゲームはハック&スラッシュに分類される。基本的にはハック&スラッシュですが、何が違かったかっていうとそのプレイ体験になってきます。で、スタチャンでですね、確か、昨年、すでに紹介しているゲームなんで、そこからあと何が変わったかって部分に関して、まあ、チクとお話をしていくのもあれなんで、何が変わったかって部分をお話しするだけでいいかな、うん。レビューの詳しい内容につきましては、すでにプレビューで、オートマトンちゃんで、プレビューでですね、ゲームの設計なりどうこうの話をしておりますので、特にここではお話はしません。そこから大きく変わったってわけないので、詳しくオートマトンちゃんのプレビュー記事をお読みください。で、プレビューでさ、言っちゃうだけ言っちゃったもんなんで、もうすでに言うことがないのよ、このゲーム。で、海外もそうだし、国内もそうだし、そこそこに知名度あるゲームだから、今更スタちゃんで紹介してもなっていうところがあったりして、切ない気分である。You will arrive along the old road. でも、まあ、ゲームズコンなりパックスなりですね、でもいろいろとロスしてたって部分もあったので、まあ、知名度も十分に上がっております。この赤と黒に、赤と黒を強調したハイコントラストなビジュアルはアメコミのシンシティを想像させる、ね、想起するような、形になってますね。この手のアートワークの魅力もそうですし、まあ、クトゥルフ系のモンスターが出てくるってあたりから、まあ、クトゥルフイコールあのサンチピンチなんで、サンチがピンチになっていくっていうその工程を描いていくっていうのを、プレイ体験の肝にして、確認してます。まあ、言ってしまったハック&スラッシュは、リソース管理言ったらその今ミッション中にどんだけ今、リソースがあって、そのリソースをどうやって消費していくかって部分になってくる。で、スタークローラーに関してはそれはヒットポイントと、薬草の数しかなかった。に対してダーケストダンジョンは、ヒットポイントなり薬草の数っていうか薬草がないんだよな、このゲーム。その管理方法、管理の内容をヒットポイントと、このゲームのナレーションの文体すごいラブクラフトっぽいんだよね。あー。あ、文体ね。なるほどな。ああ、文体まではさすがにちょっとその辺は僕は造形がなかったかわからへんかったわ。あの、ラブクラフトっていうとあれでしょ、その窓にの人でしょ、確か。すごい浅い。独白形式ってこと？で、このゲームは、同様にそのハッカースラッシュになってますが、先ほどのスタークローラーが 3D ダンジョンに対してこちら一本道になってます。でも、ゲーム開始した時点で、どこに部屋があってっていうのがもう、あらかじめ分かってて、で、部屋と部屋を結ぶの通路が一本道になってます。ブリギンズ have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. この辺りにの、物語を、綴るナレーターの方々が、いろいろと物事が起きた時に喋ってくれるっていう、この辺の演出もそれもある。あと言い回しとか形容詞とかかな。へぇー。
そうだ、でもこのゲームラブクラフトに詳しい人が初感でプレイをレビューする、初感でインプレッション書く、インプレッション書くってだけでも全然面白いな。オートマトンちゃんの記事ではその辺はできなかったから、そういうの誰かやってほしいですね。誰かっていうか、もうオートマトンちゃんライターなんですけど。Dispatch this thug in brutal fashion that all may hear of your arrival. で、発刊のスラッシュの要点は、その辺の、まあ、ルートを漁るために、ダンジョンを攻略する、そして戦闘するの2点に、集約されます。で、先ほどのクラスターフローラーズがトップビューで、特に、魔法ぶっ放しどうこうするみたいな、話も特になくです。隊列もどうこうありませんが、このゲームは、隊列がすごく重要です。4スロット分、敵味方それぞれ4スロット分ありまして、その4スロット分の今どこのスロットにいるかによって出せる攻撃が変わります。例えば散弾銃ぶっ放そうとすると戦闘ではぶっ放せない、一番後ろでもぶっ放せない、真ん中の2番目か3番目にないと散弾銃は使えないという形になってて、さらにこの散弾銃は、敵の 1,2,3 列目まで攻撃できるけど4列目は攻撃できないという形で、スキルが、スキルの特徴なりですね、使い道っていうのが明確に表示されている形になってます。感じって実はあんまりゲームにいらんのかもね。まあ、いや、あれはスタークローラーの形式悪かっただけ。ウィザードリーは歩数でエンカウントするから重要だったんよ。歩数でエンカウントするから 3D で表記することによって、プレイヤーが正しい道を進めないなりですね、頭の中で地図を描くなりですね、TRPG の、マッパーっていう形で自分でマップを書いていくっていう工程が必要だったから、必要だったんよ。だけどスタークローラーの形式の場合だったら、ね、敵のエンカウントを踏むっていうだけだから、敵のエンカウントがなかったらズンズン歩けるっていう点で何の恐怖もない。ただ、暇つぶしっていうか面倒くさいだけ。さらに 3D 酔いもするっていう。世界中の迷宮なんかでいうと、強い敵だけエンカウント表示してあって、弱い敵に関してはエンカウント表示しないって形だから、そこはうまくバランス取れてるなと思う。強い敵がいたらそいつから逃げなきゃいけない、でその分歩数が増えて敵とエンカウントするっていう作りになってるはず。あれはよくできてますね。単純に言うとスタークローラーがゲームのデザインが甘いだけです。Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. で、このゲームはもう発刊のスラッシュのハックの部分が、言ったらもうすでにあらかじめマップが解読というか、もうすでにある状態になってます。じゃあ、進むだけだったら簡単じゃんって話なんだけど、進んでいく最中に松明が減っていって、松明がどんどん減っていくと、プレイヤーが狂気に陥りやすいなりですね、ただ歩いてるだけでプレイヤーの産地、ストレスが溜まっていくっていう作りになってます。で、ストレスマックスして癒すのはエレナだけなんで、サードにいるエレナっていうキャラクターだけなんで、このゲームはストレス溜まると死にます。で、キャラクターの、生存をヒットポイント と、ストレスの2つに分けたって形になってます。先ほどの例に出したウィザードリーなり、ドラゴンクエストで言うと、魔法が何回使えるか、強力な武器何発ぶっ放せるかっていう形で、のリソース管理をしてました。こちらのリソースは、どちらかというとリスクの管理です。ヒットポイント と、ストレスを管理していくというゲームになってます。これによって、ハック&スラッシュの歩数で敵とエンカウントするという、恐怖をですね、実際にそのストレスという形で目に見える形にしたのが、ダークエストダンジョンの特徴になっています。あ、まだ死なんか。行った。
このゲームヒットポイントを回復する方法がすげえ少ないです。ただしヒットポイントが0になったらそのまま死ぬというゲームでなく、ヒットポイントが0になった時点で、死亡判定が発生するという作りになっています。あ、そうだそうだ、ここからね、ベータ版の頃から大きく変わったシステムが、導入されてます。これがね、その去年の9月あたりに導入されていろいろと賛否両論だったシステムです。死体です。これまでだったら例えば前列のキャラクターが、死んだらすでに、後列のキャラクターがすぐ前列に来るって形だったんですけど、今回からその死体が導入された形になってますので、後列を前列に引っ張り出そうとすると、まずこの前列を倒した後さらにその死体まで殺さなくちゃいけないっていうめんどくさいシステムになってます。これがゲームのスムーズなプレイを妨げてるという形で、大きな批判を集めました。さあクエスト達成すると直接街に行けるんですけど、まだ冒険を進めたいときは冒険を進めることができます。トラップ毒か、まあええわ、ちょうどミッションも終わったところやし。とまあこれに関してはもう去年の2月あたりにリリースされたベータ版の時点ですでに搭載されてるシステムなんで、後に関してはあ、オッケーオッケー。あとはそうですね、実際にその後1年近くにかけて、連磨続けた部分っていうと、まあ、敵のバランスを調整したとかその辺と、あとは、後半のステージを操作する補助系キャラクター救済という意味ではうまくいってると思う。うん、そうそうそう、それを今進めしようと思って、言ったら敵の効率を引っ張り上げ、敵の効率を前列に引っ張り上げようとした時に、死体を排除するか、敵の戦列を、まあ、カムヒアーって形で、ルアーを投げて引っ張り上げるっていう風なキャラクターなり、エルドリッチなモンスターを召喚、まあ、触手がウニョウニョ生えてる、まあ、異界の何らか得体の知れない生き物を召喚して、プッシュ、相手を押しやるというキャラクターによって隊列を操作できるっていうのがあったんですけど、それによって、死体をほっぽいて後列のキャラクターを引っ張り上げるっていう動作が必要になった。でまあ前々から言うと、その死体を引っ張り上げたりどうこうするっていうキャラクターは弱いわけじゃなくて、どちらかというと補助がメイン、敵の配列を狂わせて敵の、得意な攻撃を防ぐっていう点ではすごく重要なキャラクターだったんだけど、まあ、それだったらもう物理をレベルを上げて物理で殴ればいいっていうようなプレイヤーが結構横行したっていう部分もあったんで、投入されたが死体になってるんですけど、この死体が、ゲームのテンポを、まあ、狂わせてる、いたずらにゲームのテンポが悪くなってるっていう形で、批判を集めたところになってます。まあ、先ほどコメントいただきました通り、僕としては、まあ、敵の隊列を操作するっていう部分のシステムがあるから、それはそれでいいんじゃないかなっていう気持ちがあったりしますね。で、ダンジョンの攻略で、いろいろと手に入るアイテムのうち、お金とともに街を成長させるアイテムが手に入ります。でお金でキャラクターを成長させたり装備を買い与えたとしたとしても、プレイキャラクターが死んでしまうと、その、成長に費やしたお金は無駄になってしまうんですが、街の成長は失われませんので、最初はキャラクターをどん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 使い捨てしていって、そして街をどんどんレベルアップしていって、そして、街の成長が進めば進むほど、キャラクターの成長しやすくなるっていう環境ができるから、それで街をガンガンと育てていくっていうのが、このゲームの基本的な、展開になってます。今で言うと、縦3ポイントと、紙3ポイントを使って、新しい仲間の枠を増やすっていうのと、あとは、ヒーローを街に、街に、在籍できる数を増やす、ヒーローの枠を増やす、
のと、ヒーローの雇用枠を増やすっていうのが、このマッチポイントを消費して、アップグレードできますね。Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this.でそれらに関しては、まあ、教会なり、宿屋で、キャラクターのストレスポイントを回復するっていう枠を増やしたり、値段を安くしたりするという効果があったり、あとは武器なり防具を買うときに安くなったり、上位の武器なり防具が手に入るようにしたり、あとは、ギルドでキャラクターにスキルをつけたり、キャラクターのスキルを伸ばすっていうのに、そのマッチポイントを消費して、どんどん安く購入できるなり上位の、アイテムが購入できるという作りにしてます。 In time, you will know the tragic extent of my failings. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. じゃあ早速次のミッションに行きましょう。というわけで、ハクスラーで、ダンジョンをハックして何が手に入るのかっていう部分に関して、キャラクターの装備品なりキャラクターの経験値だけなく街全体をレベルアップしていってこのゲーム全体を優位に進めていくというポイントを増やしていく。そしてキャラクターは、死ぬとそれまでよっていう形の使い捨てなんですが、キャラクターって死ぬとこのゲームロストしてしまうので、復活の呪文なりないどうこう唱えて、灰からですね、蘇るってことはありません。死んでしまうと、戻ってきません。そういうロストっていう要素が、ウィザードリーから、好評を博してた、システムであるんですけど、まあ、ロストしてしまうと、やっぱ育てたキャラクターが死ぬとすごく喪失感があるわけで。ですが、ダーケストダンジョンの場合だったら、プレイヤーじゃなくて、キャラクターはロストするけど、街の成長はロストしないという作りにすることによって、回数を繰り返せば絶対に、ゲームが優位に進むというような作りになってます。そこが。戦闘以外の部分はクスコムに似てるよね。ああ、まあそうです。エクスコムに確か似てると言われたら似てますね。たまに灰になったりするんじゃないのか。そうそうそう。浸透そのまま生き返ってきませんので。ただまあ、X 君の場合は基本的に。イメージ的にはロマサガニですかね。ああ、なるほどな。そうだ、ロマサガニも確かにそういう要素あったね。ただ、基本的にはそのロマサガナリ、X 君に関してはその、ミッションの失敗なり、キャラクターの死亡っていうのがもう絶対的に重くのしかかってくるわけですから。あ、どうもこんばんはです。このゲームに関しては、どちらかというと街の成長そのものを優先すべき。っていうか街の成長が全体のゲーム全体の進捗になってきてるので、キャラクターがどんどん死んでも、街の復興さえ進めば問題がないっていうような作りになってるんだよね。さすがにそれは言い過ぎだけど。じゃあ、お金はどうすんのっていうと、お金は、ダンジョン。お、久々に賞で見ます。ありがとうございます。お金はどうすんのっていうと、お金は、ダンジョンを攻略するときの、まあ序盤はキャラ使い捨て推奨だよね。そうそうそう。で、まあ、キャラクターのストレスポイントっていうと、街に戻ってもお金を払って宿屋で休ませたりですね、教会でなんか鞭叩かれたりとかですね、鞭で、縛いてもらったりとかしないと回復しないので、なんでキャラクターのその、ストレスポイントっていうのが、どんどん蓄積していくと、どうしても使えなくなってしまうし、キャラクターそのもののステータスで、バトステータスが溜まっていくのよね。いろいろと冒険中に発狂なり動向すると、どんどん、悪いアビリティがついていって、そして使い物にならなくなってしまうんですわ。そういう悪いアビリティが溜まっていったキャラクターはどうしてもその解雇していかないといけない。っていう形になってる。なんで、このゲームのキャラクターは、その使えば使うほどどんどん、傷物になっていくっていう部分になってきてます。ただまあ、ゲームが進んで街がどんどん育っていって、そして、このインベントリールートですね、小物品、アクセサリーが集まれば、ある程度その辺は補えるって形になってきてるから、この辺のインベントリーを集めて、そして街を復興していけば、どんどんそういうキャラクターが使いすぎなくて、最終パーティーを育てるための準備が出来上がるって形になってきてます。なので、X コムなり、ロマサガ2と比べて、どちらかっていうと、街そのものが主人公になってるっ
ていうかな、マチスラック起用かな。いや、ブラック企業は、なんていうか、会社を育ててないから、会社が育ってないからね。で、お金を何に使うのっていうと、お金は、ダンジョンを攻略するときの、消耗品として、消耗品となります。例えば、松明だったら、ダンジョンを冒険してる最中に松明を燃やして、そして、明かりを取って、だって暗いところさ歩いてると怖いじゃん。じゃあどんどん松明使って明るくしていこうぜっていう形で、ストレスを防ぐことができる。またダンジョン中のオブジェクトに関して清水で清めたりしたり、すると、アイテムが手に入ったり、鍵で開けるとアイテムが手に入ったり、スコップで、瓦礫を取り除くっていう風な、ものが発生します。ガメスパーク曰く、ストレス蓄積アプグってそういう意味だったのか、ダブルてっきりイライラゲーかと笑。そうです。このゲームはその基本的にはそのウィザードリーのまあ、ゲームスパークのレビューよりはどちらかとオートマトンちゃんのプレビューの方がその辺のゲームシステムに関してはかなり詳しく書けているので、できればそちらをお読みいただきたいっていうか、読んだ上にさらにリツイートまでしていただけると助かるんですけど私がね僕の首にかかってんね、首が土の方でも説明をしましたが、ウィザードリーなりですね、昔の RPG の即死ですね、理不尽な、死に方っていうのを、ストレスゲージにすることによって、分割して、そして不合理な、理不尽な死亡を、ストレスゲージとして管理できるようになったっていうのがこのゲームの特徴になってます。まあいいや、とりあえずゲームを進めよう。松明6本。でから、フード8個。まあ、序盤ですね。でから、まあ、使用出血止めに、包帯と、で、鍵は2本で、スコップ1個。これぐらいかな。うん。で、ダンジョン中のインベントリーってのは決まってまして、持って帰れるのはこんだけです。なんで、ちゃんと、最初に用意した準備物をうまく、消耗していきながらダンジョンを攻略していかないと、持ち帰るときに不便をします。自分はスコップと松明だけで行ってるな。あー、それも完全にあれ、プレイヤーじゃなくてキャラクター殺すつもり言ってんね。松明はもうほんま、ダンジョン、踏破中の、ストレスに、露骨に引っかかる部分なんで。で、暗い状態だと、敵からアンブッシュ、不意打ちを食らうっていうケースが多くなるから、結構、レベルの低いうちだと危ないっていうのはありますね。なんで僕は松明ガンガン燃やしながら進んでます。スコップは残酷にて最強だから。スコップはね、2本か1本か悩むんだよな。2本持ってくと無駄になることあるし、1本だけだと、瓦礫を手でどけて、で、松明は消耗するわ、ストレス溜まるわって形でひどい目にあったりするから、結構悩ましいのよね。さあ、今回のミッションは、エクスプロール。90% 以上の部屋を、探索しろっていう風に言ってる。松明だ、ラッキー。他のアイテムは最悪素通りすればいいからね。そうそうそう。安っ。あ、これセルフしかないんか。3しろ。オッケーオッケー。どうしよう。
となると前列から処理しようにも前列に結局死体が溜まると後列なかなか引っ張り上げられなくなるから、さらに言うと今現在のキャラクターだとルアーなり持ってて隊列を変更できるってキャラクターがいないから、どうしよう、素手で開けよう、よかった。お、なんか手に入った。あ、今回から結構ルートが手に入りやすくなったっていうのはちょっとあったりするね。ルートこれなんだ、2ダッジで、エルドリッジモンスターに対してダメージ 25% 軽減、あ、ダメージ増えるか。じゃあこいつがダッジ低いからこいつにつけとこう。で、部屋を踏破したら次の部屋を選ぶって形。これだよこれ、スコップがないとね、これで大きく時間を消耗してしまうんですわ。あと松明燃やしとこう。これがさっきの松明ゲージですね。歩くとどんどん減っていきます。でから 75%、50%、25%、0% によってどんどんデバフが発生する形になってます。まあ明るいとこちらが先に不意打ちを取れるケースがあるので大幅優位ですね。いやー、ミスった。ドーン、よしよっしゃ。あとクリティカルヒットするとね、キャラクターのやる気が増えます。やる気じゃなくてストレスゲージ回復したりもします。にしてもダメージでかないこのゲーム。うわ、めっちゃきつい。ミスんなよ、おい。うわ、やばいやばい。敵のヒットポイント、敵のクリティカル発生すると逆にこっちがみんなびっくりしてストレスがすごくたまります。でもこの死体のシステムおかげでさ、あかん、ストレスすげえ溜まってく。Their formation is broken. Maintain the offensive. よしよし。あ、まだ歩いてる途中だったんだ。ちなみに戦闘中も松明を消耗していきますので要注意。お、ルートや。オッケー。にしても鍵の使い道ないな。ストレスダメージなんとかしてほしいな、本当に。はい、気がついたニコ玉が次枠行ってました。ただいま宝箱を見つけたんですけど、宝箱を見つけた部屋で戦闘中です。まずい。あー、ギリギリ失血はしないけど、敵がちょっと露骨すぎひん。
とスタンし、ああスタンしてない。まずい、避けろ。あかん、そろそろ。あかん。さあ、ヒットポイント0になったよ。で、ヒットポイントが0になると、死の扉、デスドアが開きます。で、デスドアが開いている状態でダメージを食らうと、1ポイントでも食らうと死亡判定が、発生して、そして死亡判定に失敗するとキャラクターが失われます。で、それとともに、デスドアが開いた瞬間から、ストレスを周りに撒き散らす、存在になってしまいます。まあ、死にかけですからね、仕方ないですよ。ああ、俺も死ぬ死ぬとかいう風に言ったら周りもやる気なくなるわって話でさ。で、死亡判定が発生するごとに周りのキャラクターが、大きく、それに動揺してストレスが溜まっていくっていう形になります。3、4、これでワンチャンいけるかな。は合ってます。あ、しかも出血してるんか。奥？仕方ないな、こいつを使って引っ張り出すしかないな。 Come here。 なんでゼロポイントやねん。そういう絶対けどダメージでかいな。ほら、よっしゃよっしゃ。ああ、結構きつかった。ただまあ、デスドアさえ開かへんかったら、あの言ったら2発までは耐えれるってことやから、言い方悪いけど。なんで、まあヒットポイントが1にさえならなかったらいいっていう形で考えていけばいいでしょう。確か今ブリード出血してるはずやから、歩くと出血が続くから、包帯を巻いて出血止めます。でから次はナイトクルセイダーに宝箱開けるんですけど、宝箱を開けるときに鍵を使うと成功します。鍵を使わなかったら成功したりも失敗したりもするって形ですね。なんで鍵は割と宝箱開けるのに使うケースがあるので、鍵は結構持っておいた方がいいかなっていうのはあります。松明補充。うわぁ、キャレスネスウィルファインドノークレメンシーインディスプレイス。デスドア開いたよ。仕方ないな。じゃあ、フードを食べて、ご飯を食べるとヒットポイントが1なり2なり回復します。きっついわ、なくなった。しかも減ってる相手やったかんな。よしよし、そろそろソナーが欲しいな。ソナーさえあればもうちょっと敵避けれるんやけど、ソナーアビリティが欲しい。お前やったらいい。しかもお前ノーダメージやし。わお、これあかんで。And now the true test. Hold fast or expire. ちょっと高烈のこの防眼使いをとりあえず前列に持ってって。ちなみにこの防眼使いは、ボウガンは後ろの時しか使えないから、前に引っ張り出すと、それだけで、ボウガンが使えなくなるんですね。おい、アンデッドに対して 25% ダメージ全く役立ってないやっけ。ちょっとは根性見せろや。
よし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 、完封パターン。確実に殺しとこ。なんでまあ先ほどから見ていただいてます通り、その死体のシステムもそれほど邪魔になるっていうわけじゃないんですね。コメントでいただきました通り、ちゃんと隊列を動かしていけばさっさと除去できるもんなんで、あの死体っていうシステムが言ったらその戦闘から順番に除去していくっていうことしか考えていない脳筋に対してのそのペナルティという位置づけになってます。ただまあ当然のことその戦闘のから順番に除去していくっていうこれまでのプレイスタイルを取ってた脳筋の方々としては正直しんどいところありますね。これは聖水でお清めするとバフがもらえる。よし、人目と増えた。よっしゃ、ストレスも回復。しかしこいつストレス何倍で61か、結構きついな。ストレス 100% 達成すると発狂するからね。あ、しまった、ここ繋がってなかった。じゃあ戻らなあかん。こう繋がってるもん思ってたんですよ。こういう無駄な移動で敵は発生しないんですけど、やっぱ歩いてると、これは次終わったあたりで首ですね。僕は結構キャラクターに感情移入してしまう方やから、そのまま使う続けてしまいたいですねただこのゲームのプレイのスタイルから言うと首にするのが正解です。ストレスは結局お金を使わないと回復しないんで、最初お金って言うと、あ、これはね、歩いていくとね、お腹が減ったって言い出して、パーティー分、4人分全員の食料、言ったら食料4つがないと、これでストレス、大きくストレスを負ってしまうんですね。松明あと1本やけど、使おうか。お、クリアした。まあ、一応、体力的、ライフ的に余裕があるから、まだちょっと冒険進めよう。あ、ギリギリいけるか。スコップあるね。よし。スコップ。ちょっと待って、スコップ消費したやろ、俺。今、スコップ消費したつもりやったのに、スコップ消費、するのをし忘れてしまったんで、松明、いった時間が大きく経過して、松明を燃やしてしまった上に、さらに、ストレスがかかった形になってます。これで戦闘来たら悲惨やけど。マジか、戦闘切るか。とりあえず隊列狂わせたかんな。ちょっと前来い。死ね。ああ、避けるんかい。いった。ああ、集中攻撃やばい。クリティカルヒット。そして周りの方々がクリティカルヒットに動揺して、さらにデスドアまで開く。As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. そしてストレスが 100% に達成してしまったんで、狂乱状態に陥りました。狂乱状態に陥ると周り、狂乱状態に陥ると、周りの方々に悪態を突いたりしますし、回復させてあげよう、回復しようとすると回復を断ったりもします。
さらに攻撃しようとするとちゃんと攻撃しなかったりもするし、まあとにかく狂乱状態になると、まず死ぬじゃん。おお、よかった。よしよし、よしよし、回復した。ドーン、よしよし、これでとどめ。よっしゃ。あー、きつかった。さあ、最後、宝箱を鍵で開けてと。さあ、ゲット。これで、冒険終了。まあ、ちょっとキャラクターが死ぬところはお見せできませんでしたが、キャラクターが発狂して、ストレス 100% 出して、狂乱状態になった部分はお見せできたのでよかったでしょう。で、まあ、最後、インベントリーに、入ったいろいろとアイテムを集計するわけです。こっちの、コレクタートレジャーが、お金として最終的に換金されます。そして、こっちの、コレクター、何だったっけ、これは、ヘリルームズは、街の復興に使います。ダンジョンの種類によって、得やすい、得やすい、街の復興ポイントの種類が変わる形になりますので、それをうまく攻略していく形になります。今現在のマップだったら、アンデッドが出やすい。また別のマップだったら生き物が出やすい。なり、エルドリッジモンスターが出やすいなり、クリーチャーが出やすいって形で、いろいろと、マップによって出やすい敵の種類が、変わりますので、それに合わせてパーティーを組むという要素も発生してきます。で、パーティーのプールは広ければ広いほど、そういういろんな種類のミッションに対応しやすくなって、そして街の復興アイテムを、集めやすくなるという作りになってます。で、ポイントが、ここお金です。最初にダンジョンを入る前に、消耗品を、買い集めるわけなんですが、それで買い集めた消耗品以上のお金を集めないとどんどん、まあ、エルドリッチはもともとクトゥルフ、あの向こうでいうところのクトゥルフモンスターっていう意味なんで、だからもともとこのゲームはそのクトゥルフモンスターが出てくる RPG です。クトゥルフモンスターが出てきて、キャラクターの恐怖を、蝕む RPG、正気を蝕む RPG ですよって部分を歌い文句にしたんよね。まあ、先ほど紹介したスタークローラーよりもこっちの方がまあ洗練されてるかなって気持ちあったりします。でから経験値のシステムに関しては、基本的にミッションを1個達成すると1ポイント増えて、そしてレベル2になると2、レベル2になると、レベル2、レベル3と必要な経験値が上がっていくって形になります。ミッションをどのような形で成功させても経験値が溜まるって形になってますね。で、これを開けると、アビリティが手に入るし、マイナスが手に入ることもあるって形になってます。正直ここは、デバフはさ、発狂したらデバフする、デバフを、永続デバフを食らうんだったら、正直ここは、バフだけでよかったんじゃないかなって気持ちあったりするんですけどね。まあ、当たるも八卦、当たるも八卦で All the decadent horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. I could not look, nor could I look away. で、第2週に突入すると、ビールが飲める、タービン、酒場が開いたっていうのと、あと、
アビー、なんだったっけ、教会だったかな、が開いたっていうに話がある。でからさらに、ネットワーク、先ほどおごっておいたんで、キャラクターがいろいろと追加されましたよっていうのお話が上がってきてますね。で、パーティーは無事全員生存してます。で最初のうちはここでどん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 新しいキャラクターを入れてって、丈夫なキャラクターを戦線に出して、そして、ダメになったキャラクターは、解雇するもよし。このデバフの中で致命的なデバフに関してはこのドクロマークがついてるんですね。例えばこの例で言うと、街で、ギャンブルして心を癒すっていうのができなくなるっていうふうなデバフをつけてます。あと、松明、トーチ、松明が 25% 未満、25% 以下の時は、ダメージ 10% 減るっていうな、与えるダメージが 10% 減るっていうなデバフがついてますね。代わりにバフもいろいろとついてます。なんで、冒険をすればするほどデバフとともにバフがどんどん増えていくっていうような感じになってます。で、第3種、第4種となっていくと、どんどん、ギルドなり、武器、防具屋が相手ですね、キャラクターを成長できるって形になってます。このゲーム、かなりバランスはシビアです。シビアですけど、まあ、シビアな分面白いってか、シビアを面白くしてるってとこありますね。どうだろう、うん、そうだな。これ難しいな、説明の仕方が。難しかったら面白いのかって言われると難しいんだけど、面白いシステムをより、身近にすべくギリギリのバランスにしてるっていう言い方が一番いいのかな。うん。Fresh kegs, cards, and curtained rooms.Promise solace to the weary and broken alike. で、このタービン、お酒を飲める場所に関してもね、同様に先ほどの町の復興ポイントを使って、新しい、部屋をアンロックしたり、使用するときのお金を、安くするという形になってます。で先ほどのこの銃を使うこの方なんですが、デバフでギャンブルによって心を癒すってことができなくなってます。まあ、お酒を飲ませようとしても、この方で言うと、もともとお酒飲むができないっていう風なデバフがついてますね。このクルセイダーで言うと、教会でしか癒されないっていう作りになってます。で、バーでお酒飲んで心癒すもよし、ギャンブルして心癒すもよしですし、女なり、娼婦なり召喚を抱かす、商談を抱かせて、心を癒すっていう形で取れてます。ですが、この発狂状態の方がっていうと、もう、回復をいざさせようとしても、翌週になると逃げてるっていうケースがあったりするので、発狂状態に陥ると逃げんのよ、このゲーム、キャラクターが。なんで、コメントでいただきましたので、最初から逃がしとく、なんて解雇するっていうのが一番、都合のやり方ではあるんですけど、週ごとに補充される、新しいヒーローっていうのがそれほど数があるわけじゃないので、毎週毎週新しいキャラクターを呼んでるとレベル1、レベル0のままで全然使えないという部分もありますしね。なので、ある程度育てるキャラクターっていうか、まあ、あまりストレスダメージ負ってない、使いやすいキャラクターはやっぱ残しておきたいって気持ちあったりする。うん。まるで横島ひじり剣ネクロマンサーのような。そうそう。結構逃げると結構きついんよね。これまで、なんか敵にと戦って死んだんだった回しも、まさか逃げるとは思ってなかったわって形で結構凹むんよ。そういうロスト要素も入ってるって形かな。キャラクターはもうすでにロストするものになってるから、だからこそその街の復興とキャラクターの成長っていう形で成長要素を分けることによってロストのダメージを減らしてるっていう作りになってる。
という先ほどの紹介したスタークローラー2がもうただ単純に、ウィザードリーを、インスパイアで作りましたっていうのに対して、こちらダーケストダンジョンはその、ダンジョンを歩くという行為の、恐怖を、うまく現代の、ゲーム技術でですね、作り替えてというか、エッセンスを抽出して、独自のゲーム性にした上で、それを、ストレスポイントに割り振ることによって、エルドリッチモンスター、言ったらアートワークと一致させたっていう部分で、大きく注目を集めて、キックスターターで30万ドル集めたゲームの方になってます。それがようやく昨年の2月あたりにリリースして、約1年の、連磨を得て、ようやくリリースしたのが、こちらダーケストダンジョンになってます。今日の、確か、日本時間で昼じゃないわ。朝の2時あたりにリリースされたはずかな。なんで、今からみんな用意どんでプレイしてると思うんで、このゲームは、スタちゃんで紹介したゲームの割には面白いゲームなんで。スタちゃんで紹介したゲームの割には、ユーザーインターフェースなり、ゲーム設計もしっかりしてて、ちゃんとビジュアルアートワークも。キャラは投げ捨てるもの。そうそうそう。しっかりしてるゲームなんで、おすすめしますので、ぜひともプレイしてみてくださいな。よろしくお願いします。まあ、お値段もそれほど安いもん、じゃ高いもんではありませんので、ダライアスバースを買えなかった方は、このゲームを遊んでみてください。よろしくお願いします。で最終的にはこの各、ミッションをクリアしていって、このキャラクターを育てていって街を復興していって最終的にこのダーケストダンジョンに挑むという形になってます。でダーケストダンジョンのボスをみんな倒すとそれでゲームクリアになるんですけど、まあこれがなかなかできないもんで、なんだってクトゥルフモンスター戦うわけですからね、それは簡単に勝てるわけないですよという形で、まあ、最初は結構その街の復興にちょっと戸惑ってですね、いざミッション1回ぐらい失敗してしまうとお金がカツカツになって、ね、何もできなくなるっていう時もあると思うんですけど、そういう時はミッションを失敗してでもいいから、とにかくお金を集めるとに集中して、いったキャラを使い捨てしてお金を集める。で、本命のキャラは、ストレス回復に、専念するっていうような形で、結構その辺の人材の、管理、ブラック企業っていうべきですかね。を、結構きっちりとやらなくちゃいけないゲームの方になってますので、その部分も楽しくなってますね。なので、まあ、正直スタークローラーがもうちょっとゲームの設計しっかりしてほしかったなーっていうのはやっぱあったりしますね。まあでもそれも結局キックスターターで集めたお金の額から考えて、最初にちゃんとゲーム設計をしっかり提示できてたっていうのと、そのゲーム設計とアートワークがしっかり合ってたっていう部分、その辺がしっかりできてたからこそキックスターターで大成功を収めたっていう部分はやっぱあると思うんですよ。うん。なんでやっぱどんな形であれ会社の外に出した時点である程度ゲーム設計なりきっちりとまとめとかないと、まあキックスターター成功しないところはゲームそのものがキックスターター使うかどうか以前にゲームの成功は難しいって形ですかね。というわけで、本日はこちらの、ダーケストダンジョンを紹介させていただきました。お楽しみいただきありがとうございます。それでは、ゲームの方を終了させていただきます。